し、これ、いくよ。復習した。違う、予習した。よし、頑張ってみるか。安い装備だけど、まあちゃんとガッチリはした。こっちに入れとこう。まあ大丈夫よな、こんだけ弾持ってきてればね。43か。まあなんとかなるやろ。よし、頼むよ。脇位置900% だ。ここもやばいよ。よし、一応あれね、ストタルで死ぬことを考えて保険かけた。はい、ちょっとガチだわこれ。いやー、できるかなあ。ちなみに今回動画撮ってるのはマッチング時間が10分以上するんだって今。だから生配信しないで動画という形でやらせていただいてますね。10分も待てないからね。はい、それではカウントダウン。さあ、オーリースタートした。したちょっと動揺してる。というわけで頑張っていきましょう。なんかもう過去一やばいタスクらしいんで、まあ頑張っていきます。もちろんノーカットでいきます。ライブ配信さながら動画撮ってますんで、もしかしたらちょっと沈黙するかもしれん。どっからスタートだ。頼むよ。よし、肉ダメ。食べ物とかね、いるな。まずはサンプル取んなきゃだね。よし、ない。あんまりこっちは今回関係ないけど。え、あ、やば、持ってくんの忘れた。確かね。あれ？あれかな？遠心分離機の中とかにあるかな？あ、あった！よし！あぶねえ！鍵持ってきてなかったからね。ご飯とかあればね。
出さなかったか。よいしょ。これちょっとやばいな。あれで行くわ。よいしょ。もういける？よし、いける。ん？あ、これもしかして一発でいける？予感しかしないんだけど大丈夫か？やばい、スタミナが。くそ。よし、ゴールは目の前。いって、うそここ地雷あんの？よし、準備完了。今度はナイトビジョン持ってきたぜ。いや、多分次ストタルが来たらもう絶対真夜中でしょ。いや、絶対視界不良だし。一番怖いのは最初順調に行くことなんだよな。一人かな。
ちょっと逃げよう。よいしょ。まあついでにあるかどうかねえ見てからね。医療品とかもね、もしちょっと持っていけるなら。10秒。取ってからだな。その試薬しちゃいくか。なんで骨折したいの。これもうちょっと配線紙にしようかな。あ、こうすればいいのか。